グリッドマンの魅力は太もも。どうもアルビオンです。さあグリッドマンコラボが来たので弾いていきましょう。さてと、もちろん100連ですね。はい、今回もさあいつものヒューソン、さあ全部手に入るかなってところだよね、やっぱり。いやーねえ、いやーマジでおっと、いやーやっと来たからね。まさかね、ていうかグリッドマンとコラボってすごいよね。誰も予想できないよこのコラボは。マジ。おい、ハッス。オッケー、一体目。いいね。いきなり変なとこに飛ばされる。シャイ。シェイ。オッケー。あんたが指揮官くん？実はねグリッドマン見てないんですよね。見ようとは思っててもね、どうにもね。あんたが指揮官くん？面白そうっちゃ面白そうなんだけどね。太ももがすごいってのは知ってる。なんかねよくいろいろ言われてるよね、太もも。りっかちゃんの太ももがとかさ、まあさ、あの新庄あかねはさ、おぱーいもあるけどさ、太ももすごいからね。あんたが指揮官。君はこの本当太ももだよ。あの先、おい、宝田りっか、オッケー、グッジョブ。いいね。まだ混乱してる。可愛いね。状況整理できてないですけど。可愛いよね。これはアズレンのイラストだから可愛くなってんのか、アニメ版だとどうなってんのか、ちょっとね。アニメどんな風な絵だったかもあんまり覚えてない。オッケー、まず1体目。いいね。さあ。じゃんじゃん引いていこう。あれ赤木さん、あれ、ロンドン級人生、コラボってこんなもんだったっけ。こんにちは、南夢です。南夢来たね。オッケー、いいね。この子見たことない。こちらでは、知らない。新庄あかねとね、宝田一家しか知らないの僕はね。ね、だからあの二人しか知らない、その二人しか知らない。いや見ないとダメかね、やっぱりね。始めます。ハロー。ハロー。私。でもアスレンとコラボするような作品ではない。始めましてですね。リッカちゃんか。いいね。覚醒に使える。あと2体 SSR がいる。多分1体は交換できるんだろうけどさ、どっちなんだろうね。新庄茜と宝田立花は多分ガチャゲンだと思うんだけど、ユニオンの最初、全然ね交換所も覗いてないからわかんないんだよね。どうなんやろ、どっちかな、南か那須川。那須川じゃねえ、那須川って誰や。飛鳥川か。どっちかだと思うんだけどね、どっちなんやろ。てか全然、南夢、あんまり来ねえな。あれ、新庄あかねが来ない。ユニオンの最初。いやー、新庄あかねを拝みたいよ。新庄あかねのあの二つの双璧を拝ませてくれ。頼むよ。お、ナミコ。これも知らない。知らないキャラです。僕は知らない。本当、グリッドマン二人しか知らない。リッカ3体目多いね。ハッス、ハッスとリッカ多くね。やばいっすね。リッカ、リッカじゃねえ、あかね、新庄あかね、いつ来る。いやー、おーい、来ないな。で、レア度引く、ま、リッカ。オッケー、おかね、ナイス、いいね。そうそう、これもう狙ってるよね。あのタイツが破れてるの、もう太もも見せる気満々だし、もうやばいわほんま。最高マジで。ちゃんとアズレン要素入れてくれるじゃん。おっと、え、待って、ってことはこれでラスト100連マジ早いな。おっと、早いな、マジで早い、早いね、マジか。まだ1体出てねえよ。大丈夫かな。飛鳥川がさ、交換じゃなかったらちょっと罪だけど、大丈夫かな。
キッチー。いや全然弾けるんだけどさ。ユニオンの最初の、いや全然弾けるからいいんだけど。おい、アカネ、いいね。急に出始めるアカネ、いいね。大好き。君はこの艦隊の、うん、はい。よかった。交換所アスカガーチセダ。よかった。助かった。グリッドマンコラボガチャの結果はこんな感じと、リッカちゃんが4体と、新庄アカネが2体。南夢が2体。ハス3、ナニコ1。うん、まあとりあえずな、チセは交換かな。うん、こんな感じでしたと。おつ。